エリクソンが描かれた1968年のアメリカの切手、レーフ・エリクソンはアイスランド生まれのノルマン人公会社。赤毛のエイリークの息子。ヨーロッパ大陸から海を渡ってアメリカ大陸に史上初めて到達したと佐賀によって伝えられている幸運なるレーフというあだ名でも知られる。レーフはグリーンランドを発見し最初の定住を試みた。 エイリークの長男として、アイスランドで生まれ、グリーンランドで育った。若い頃に、祖父の故郷ノルウェーに渡って滞在し、ノルウェー王と会見して、キリスト教に改修。そこで学んだキリスト教を持ち帰って、グリーンランドに教会を建てた。ノース人の寝室画像左上がレイフの皇帝佐賀の伝えるところによると、この頃グリーンランドへの航路から西に流されたものが、おり、 グリーンランドの西に木材が多く、グリーンランドより豊かな島があるらしいので、レイフはノルウェーからの帰還後、997年に西へと探検航海に出た。最初に漂流者のルートをたどって西に赴くと岩に覆われた陸地があり、彼らはこれを岩の国と名付けた。次に南下した彼らは木に覆われた陸地を見つけ、森の国と名付けた。さらに、 海を南に下った彼らは小麦の自生する豊かな国へとたどり着いてそこをブドウの国と名付けて前線基地を置きグリーンランドに帰った西暦1000年のことであったというビンランドは川には酒が遡上し定住するのに公的な土地であるように思われたので間もなく数百人の入植者がグリーンランドからビンランドに向かったしかし先住民との関係もあって リィンランドの入植地は長続きせず、やがて放棄されてしまった。レーフ自身は、父の後を継ぎ、グリーンランド西海岸にあった、入植地の有力者としてその後の人生を送った、ようである。彼らの到達した国々は佐賀に伝えられただけだったので、現在では、正確な場所がどこかよくわからなくなってしまった。しかし、 最初にたどり着いたヘルランドはグリーンランドの西、つまりカナダのバーフィン島であったとみられる。そこからは南に向かったのであるから、マルクランドはラブラドル半島にあたると思われる。問題は、ビンランドである、ビン、すなわち、ブドウのある土地であったという話からすると、ブドウの植生北限はずっと南にあるはずなので、北アメリカのかなり南の方であったということになり、 ニューヨーク州からメイン州あたりまでのニューイングランドのどこかであったろうという。しかし、現在ではバイキングの定住地跡がニューファンドランド島から見つかっており、この島をビンランドに否定する意見がほぼ定説となっている。またバイキングの活動が活発になった理由として8世紀頃から13世紀頃まで気候が温暖になっていたという説もあり、これならば、 ビンランドの位置は概ね解決するものの、あくまで憶測の域は出ていない。ニューファンドランドと北西部のランスオーメド村で発見されたその定住地は、もともとファーストネーションズのものと考えられていたが、1960年代以降、ここでバイキングの女性が使う糸車や鍛冶屋の後、イングランド製のボタンなどが発見され、当時のファーストネーションズには、 製鉄技術がなかったことからバイキングの遺跡であることが明らかになった。この遺跡はランソーメドを国立歴史公園として世界遺産に登録されている。ビンランドの位置がいずれであったにせよ、レイフ・エリクソンとアイスランド・グリーンランドのバイキングたちがクリストファー・コロンブスの大航海時代における発見に先立つこと500年前にすでにアメリカに上陸していた。 ヨーロッパ人であったことは確実である。しかしながら彼が新しい陸地に到達したという情報はヨーロッパ諸国で広く共有されることはなかったと思われる。当時は地理上の発見を行った者が主権を宣言する観光もなかった上、定住化も失敗に終わったためアイスランド人による領有もなされなかった。そのためレイフ・エリクソンを アメリカ大陸の発見者と扱うことはあまりないのが現状である。ありがとうございます。